レジェに向かっています。バレンチーノはお菓子を食べているので静かです。ウィカンバイバイ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。猫行っちゃった。着きました。ここがキッチンです。で、ここはアイランド式のキッチンで、向こうがダイニングテーブルです。で、冷蔵庫がかわいい。ウィーク危ないって。ここが2階のリビングです。ビリヤードのテーブル、ソファー、テレビ、こっちに暖炉があります。で、ウィンドウシート、で、天井がすっごく高くて天窓があります。この段差から落ちたら怖いので、ソファーベッドをベッドにして落ちても大丈夫なようにしました。ここがバレンチーノの部屋です。これが私たちの寝室です。これが私たちのバスルームとトイレとシャワーです。で、ここが3階のテラスで、窓からお城や家が見えます。すごいなんか宮崎駿のアニメの世界に来た感じです。これは屋根をくり抜いてテラスにしたお家です。キッチンから離れになっていて、で、ここがカルメンとフランコの部屋になっています。ここがフランコとカルメンのバスルーム、フランコとカルメンのベッドルームで、で、ここがセレナの部屋になると思います。トイレ兼洗濯室、洗剤とかもあるのでかなりいいです。このお家は Airbnb という民泊のサイトで予約しました。1泊78ユーロですが、ホテルに泊まるよりは少し高いのですが、レストランとかに行くことを考えるとお得かなと思います。その他ビリヤードや大きなリビングがあるので、子供たちも遊べるのでいいかなと思いました。すごく小さな村でパン屋もないので、買い物は15分ぐらい先にあるスーパーに買い物に行っています。で、ルドは月曜日から土曜日まで仕事をしているので、日曜日に動物園かどこか遊びに行けたらいいなと思っています。で、普段はカルメンと一緒に子供の世話をしています。で、来週から雪が降るということなので寒くなりそうです。ボビーにこんにちはって言って、いい子いい子してボビーに。どうしてボビー？セレナにこんにちはって言って、ビズしてセレナに。フレンチーノ美味しい？
セレナはハイチェアを持ってこなかったので普通の椅子で食べてます。今日のご飯はパスタとモッツァレラとトマトと人間豆とチーズとハムです。わっさーぶわっさーぶわちゃわちゃハミー